はい、どうもこんにちは。今日はこちらを紹介していくでの、よかったら最後まで見てとしの。今日はこちらや、キョルさんのお友達、キョルさんのお友達の行きつけの店舗様なんやけど、前から何回か通ったことがあったやん。何回か通ったことがあったんやけど、なかなか行く機会がなかったで、今回のキョルさん、お友達と待ち合わせをして、一緒にランチをしてきましたっていう動画やわ。8号線の通りにあるでの、もしかしたら皆さん一遍は見たことあるんでねんかなっていう店舗様なんやけどの、あとのゴールデンウィーク。ほやの、もうすぐゴールデンウィークやわ。皆さんのどっか行かれると思うんやけど、キョルさんの仕事なんやわ。仕事やでの、ちょっと遠出はできんのやけど、もしかしたら福井に帰って来られる方、福井からどっか県外に行かれる方、たくさんいらっしゃると思うんやけど、もしの福井に来られる方、まあ福井が実家かな、福井に帰って来られる方いらっしゃいましたら、ぜひのキョルさんの動画も参考にしていただきたいし、あとのどっか行く方、もしよかったらコメントに書いていってみての。ほんなら、今日もランチ行ってみるでの。さあ、行くぞ。
はい、ではたくらも今日はこちらのご紹介やったわ。キムチ焼き飯、知ってもニキョルさん食べたかったで、もうの嬉しかった。もうキョルさんのキムチ焼き飯大好きなんやけど、知ってもに嬉しかったの。あとのこちらおろしそばがついてた、意外な組み合わせやったんやけど、よかったよかったでよ。ぜひの皆さん一遍参考にしてみてほしいんやけど、キョルさんのお友達が食べてたランチもおすすめやったで、ぜひの一遍行ってみての。ほんならまだちょっと動画あるで、最後まで見てってのなら行くでの。じゃあの、お疲れ様です。